見たまえ。これが真の日本代表だ。何を言っているんだ、お前は。電子レンジマンよ。奴らは、そもそも、その才能をちゃんと正式に見出された者たちだ。しかし考えてもみろ。日本には奴らよりも上手いけれども、その才能を表に出せていない、哀れな若者たちがたくさんいるのだ。私はそいつらを見つけ出して、真の日本代表を選出したのだ。これでアストラ州球団を作って、サッカー界に殴り込みをかけてやると私は誓ったんだ。ほーら、電子レンジマン。渋谷でハイタッチだ。ハイタッチだ。さあ、ほら、ほら、ドリブルだ。ドリブルだぞ。ほら、このボールがお前の足に当たったとき、すべては終わりを迎えるのだ。これは爆弾になっているからだ。うわお前に当てても同じこと。は、シュート。しまった。わしは、リストラされてから、毎日公園で石を蹴っていたんだ。だから、見出されたんだな。これからも、あれか、一層。な、トレーナーにでもなって、人儲けじゃ。俺たちも、あのおじいさんと同じなんだ。会社をクビになって、毎日出かけるふりをして公園で、石を蹴ったり、壁を蹴ったり、頭をぶつけたり。なるほど。みんな、人生に負けずに頑張っていくんだ。そんな感じです。じゃ、またな。